こみちゃんのお誕生日でーす。イエーイ、ありがとう。ありがとう。今から、はい、美容院に行って可愛くしてもらおうか。ね、髪の毛をね、切りたいんだって。お誕生日まで待ってたんだよね、切るのね。はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。レッツゴー。ゴー。じゃあお誕生日です。はい、おめでとう。ありがとう。はい、リココちゃんからね、お誕生日プレゼントがあるんだって。はい、何でしょうか、リココちゃん渡して。見てみる。うん、何だろう。リココちゃん選んだんだよね。お、何でしょう、何でしょう。おぉ、いいな、これ。鉛筆削りと、ストロー、ストロー型のペンかな。ペンだと思う。硬い。可愛いでしょ。鉛筆削り。うん、ねえ、リココちゃん選びましたよ。はい、私のもあげる。ありがとう。はい、そしてセイラちゃんからのプレゼントです。セイラちゃん、何持ってきてくれた。こっち手作り持ち方です。うん、作ったの。そして、なになに、これはラテです。ラテですか。なんかすごいラテっぽい。ラテっぽいね。うん、なんかフルーツたっぷりラテみたいな。そう、フルーツたっぷりラテです。はい、ね、すごいですね。美味しそうだね。絶対喜ぶ。喜ぶと思う。欲しいと思ってあげる。何だろう、何これ。シャーペン。可愛いよね。可愛いよ。まとまるくん。まとまるくん、これ欲しいって言ってたよ。どうです、ここちゃん。嬉しい。嬉しいね。ここみちゃんが欲しかったっていう。茶色い。似合うの？臭そう。ウインナーの匂いする。リココちゃん。どう？あ、リココちゃんは良さそう。で、ウインってほどでもないよ。そうだよ。でもさ、可愛いの選んだよね、リココちゃんね。これは匂いられないわ。あ、ストロー。短い鉛筆を刺すと、なんでストローみたいな。ああ。なるほど。こみちゃん短い鉛筆持ってるよ。確かに。じゃあママたちからのプレゼントはまた後ほどということで、あのご飯食べ終わったね。楽しみにしててください。はい、はい、ここみちゃん料理が届きましたね。はい、うん、はい、こちらです。ここみちゃん切れますか。はい、ここみちゃんお誕生日おめでとう。ありがとう。おめでとう。美味しいね。はい、ここみちゃん、ママからのプレゼントです。じゃじゃん。どうぞ。もう大体中身は知っている。アテニス。テニスとパーティー。やった。おめでとう。でかいですね。なになに。ママも知らないんですよ。え、見えた。いいよ、見て。ここみちゃん一番に。なになに。お、見やすい。よっしゃ、嬉しい。おお。本当にね、本当に欲しかったよね。天然が困ってた。そう、嬉しい、欲しかった。じゃあ、よかったね。
シンじゃないで、ココミちゃんがもらったミシンですから、よかったね。いいな、どう、嬉しいね。うなぎは嬉しい。いい感じ。ミシン欲しいの、欲しいの、見てた欲しいなって、ほんと